はい、どうも皆さんもおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回なんですが、ストラクチャーがね追加されましたドラゴンメイドを、作ってきたのでご紹介していこうかなというふうに思っています。以前ですね、アームドドラゴンと組み合わせたアームドメイドっていうあのデッキもご紹介したと思うんですが、今回はドラゴンメイドストラクが来たということで、ドラゴンメイド、まあほぼ純正と言っていいかもしれない。まあちょっとあの意味わかんないモンスター一体入ってるけど、あのまあほぼ純正ドラゴンメイドと言っていいと思いますね。で、あのドラゴンメイドってまあ、どういうテーマかっていう と、まあメイドモンスターとドラゴンモンスターがいて、で、メイドドラゴンを入れ替えながら戦っていくっていうテーマになってるんですよね。で、エースモンスターが融合モンスターになってまして、シュトラールと、まあ、ハスキーっていうモンスターがいて、でこのシュトラールがめちゃくちゃ強いです。これが上級ドラゴンと、まあ、メイドで、融合していく、まあ、カードになってくるんですけども、1、2の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できないと。自分の相手のスタンバイフェーズにまず、手札を墓地から、レベル9以下のドラゴンメイドモンスター1体を特殊召喚できるよっていう効果。それから、2番目、魔法トラップモンスターの効果を発動すると、それを無効して破壊しながらエクストラデッキかドラゴンメイドハスキーを特殊召喚するっていう効果ですね。まあ、入れ替わるっていう。だからまあシュトラールは、ハスキーと入れ替わるし、まあ、パルラは、まあ、ルフトと入れ替わったり、チームがチームっていうかあのチームだな、ティルルはまあ、フラメと入れ替わったり、エルでは、まあ、ナーサレと入れ替わったみたいな感じで、結構こういう入れ替わり立ち替わりね、あのメイドドラゴンの姿を入れ替えながら、戦っていくっていうテーマになっています。で、ドラゴンメイドは、中速デッキっていう、まあ、あのカテゴリーになるんですけども、これかなりですね遊戯王を楽しむことができるテーマなんですよ。まあ、要するにですね、アドバンテージを徐々に稼いでいく、まあ、その高校ワンキルとか、まあ、先行制圧とかそういうのはあんまり得意じゃないんですけども、徐々にアドバンテージを稼いでいって、気づいたらめちゃくちゃ強くなってるみたいな感じのタイプのデッキです。だからめちゃくちゃおすすめ、遊戯王を楽しむには。だから、まあ先行調整圧もするわけじゃないですけど、まあ高校ワンキルするわけでもないですけど、なんか徐々に遊戯王をまあ行っていって、まあ徐々にそのアドバンテージをどんどん稼いでいって、なんか最終的になんか爆アドになってるみたいな、そんな感じのテーマやってますね。で、課金モンスターの効果を説明すれば結構まあ分かっていただけるんじゃないかと思うんですが、まずね、ナサリーは、召喚特殊召喚成功時に墓地のドラゴンメイド創生、で、あちらに共通効果で、火球はバトルフェーズ開始時に墓地のドラゴンメイドを創生して変身するっていう効果を持ってます。手札に戻りながら、はい。で、ティルルは、ドラゴンメイド持ってきてドラゴンメイド捨てるっていう効果、それからパレラは、ドラゴンメイドカードを墓地を送るっていう効果、そしてチェイムはドラゴンメイドの魔法トラップカードを手札に変えるっていう効果になってますね。で、上級ドラゴンたちも、まあ、いくつかあるんですけれども、キーポイントは魔法トラップカード、まずお心づくし尽くしは、手札墓地からドラゴンメイドを展開するカードで、お召し替えは、融合カード、そして、お片付けは、バウンス兼、墓地蘇生できるカード、これめっちゃ強いです。で、リラクゼーションは、一生アドバンテージを稼げるプラス、魔法トラップをバウンスできるカードと、いう風になっております。妨害があと前と後ろに結構散らがるんで、割とバランスもいいですし、まあ、今回先行制圧めちゃくちゃ得意っていうわけじゃないので、まあ、手札要素もいっぱい入ってますから、かなり強いデッキになってくるんじゃないかと思いますね。で、先行やることは基本的にその、パルラかチェイムは、一番勝負になってまして、パルラ と、チェイムで、まあ、天球を構えていく、どっちかを、ストライカードラゴンに変えて、でパルラだったら墓地にこいつ落としたら自身特殊召喚できますし、チェイムだったらこの蘇生カードを持ってくれば自身特殊召喚できるんで、まあ、ストライカーに変えてから、どっちかを蘇生して、まあ、天狂星国にする、もしくは、まあ、効果モンスターに並ぶんでアナコンダーして、デスフェニっていう動きもできます。はい、まあ、こういう動きがね基本になってくるんで、まあ、ちょっと対戦の内容というか、まあ、どういう動かし方するのかっていうのはちょっと見ていただければ分かるかなと思うんで、早速ね、ドラゴンメイドの、まあ、パワー見せていきましょう。デュエルスタンバイ。ご主人様、お帰りなさいませ。私がお相手をいたしますよ、ご主人様。ねえ、弱弱い、そんなもんでいいんですか。あれれ、まあでもこのデッキその高校ワンキルが苦手というか、まあ、得意じゃないんですよあんまり。なので、まあ、多分この1育成エンドを咎められるほどのキル能力がないっていう話はあるんですけどね。さあどうしますか。6枚除外して、カードをさ増殖する G はめんどくさいですね。なるほど、墓穴を引かれる前に増殖する G を打ってくれるんですよこれね。なるほどですね。それはね非常に苦しいですよ。逆にめっちゃきつい。それはでもフュージョンデスティに来た。なるほど、フュージョンデスティにはさすがにフュージョンデスティだよ。でだな、あーまあ言うて特殊召喚あんましたくないんで、
ドラゴンメイド出して天球まではいかず、フュージョンデスティニーだけするやつですか、私のデッキではあのフュージョンデスティニーから出てくるあのデストレさんのことをご主人様と呼んでいます。さあドラゴンメイドチェームの効果を発動。ドラゴンメイドチェームの効果によって、何らかの魔法トラップカードを1枚をサーチすることができるぞ。なかなかこれは強力な効果だ。あっあっ、なにやるじゃねえか。スキルドレインは結構、まあ、まあ、きついはきついですけど、シーン的には。ただ、まあ、無限包容もありますし、なんでしたっけ、ドラゴンメイドの、お片付けでバグすることもできたりするんで、まあ、一応ね、ギミック内に回答は、まあ、そこそこあると言っても過言ではないですね。まあ、一回とりあえずこれでぶっ飛びましょう。まあ、スキドレ入ってるっていうことはそっち系もデッキですかね。今だと、まあ、心拍来たんで、まあ、マシンナーズとか、まあ、あとスキドレと相性がいいデッキは、まあ、機械族系のデッキとか、あと、ブルーアイズとか、まあ、あの辺、まあ、そういう系の、まあ、あと、ゲンマとかですかね。なんかわかんないですけど、ゲンマは入ってないかも、スキドレ。シンとか。まあ、その辺のデッキはよくスキドレ採用してるっていう説ありますけど、まずはゴードンを発動していく。10枚カードを除外することによってカード2枚ドロー。なるほど。あ、ブルーアイズ調べてきた。そういうタイプのデッキ。これもしかしてあれですか。あれ、なんでこれ無限保養発動できない。あれ、なぜ無限保養発動できない。あれですか、すでに効果無効になってるからか。これ効果が無効になっている、すでになっているモンスター無限保養で無効にはできないってことか。まずい、これは無限保養が腐り散らかしてる可能性がある。逃げろチーム。うわくそ、これはなんかお片付けとかそっち系のカード引かなくてやばいな。無限包容はあれか、効果無効にしてになっているモンスターの効果を無効にすることはできないっていう、そういうやつか。デストレフェニックスからの効果は無効になっているが、一応墓地の効果は無効にはなっていない。つまりこいつは無限の肉壁として、我々の前に立ちはだかるであろう。あー、全然関係ないの来た。あ、でもあれか、天球さんってさ、これあれじゃん、ね、リリースして発動する効果やから、これあれですよね、スキドレと回答になってますよ、これね。つまりということは、これで、効果で特殊召喚をしていった方がいいやつですよね。ダッシュガイで特殊召喚して、さあダッシュガイの効果を発動。 L では、普通にただのドラゴン族なんで一応、あ、でもこれで L での効果使ってもらったんですよね。どっちもいいで、 L で特殊召喚して、で、デストリフェニックスガイも特殊召喚して、お帰りなさいませ、ご主人様。パルラ召喚。で、パルラ効果発動は特に意味がない。で、ドラゴン族モンスター2体の魂を、リンクワーガーにセット。サーキットコンバイン。天気の施国員は自身をリリースすることによって効果を発動するタイプの効果だったね。なんとスキルドレインの回答になっている。素晴らしい、スキルドレ貼られても何とかなるこのデッキは。いいぞ、回答がいっぱい入っている、スキルドレの。さあ、かかってきやがる、ブルーアイズ。まあ、普通にスキドレブルーアイズ割と強いですよね、やってることは。結構3000のなんか全体効果無効でひたすらぶん殴り続けるってやっぱ理にかかってまして、この戦術結構強いと思うんですよね。あー、やばい。まあでもそんなやばくないか、別に11新規のしたところであんま関係ねえわ、あんまり関係はない。あー、それはさすがにめんどくさいが、ただ別に出てくるのが正直ブルーアイズなのであんま関係ないですね、これ。結果ブルーアイズだから、ブルーアイズはブルーアイズしかないのであんまり関係はない。で、まあ天気の効果もありますし、一応バウンスもできるんでなんとかなるんじゃないでしょうか。まあ天気これ大事にしましょう、一体しかないかなと。まあさすがにまずは天気の施国の効果と、天気の施国の効果によって自身をリリースしてスキルドレインをバウンスしていく。そして天気の施国員の効果により、リリースされた。おーっと、お前裏ら何枚持ってんだよ。師匠、あいつ強えな、あいつ強えな、おい。で、まあ天気の正確員の効果は無効になっているが、一応スキドレもう一回貼られても、まあ一応デストロフェニックスが、ね、破壊はできますね。次のあのスタンバイフェーズかドロフェーズに、まあ、だからスキドレ発動にチェーンすればいいか、デストロフェニックスは。いや、これは一応無限行為を打てるからあれか、正眼の方がいいか。一応正眼だな。で、こうしてでだ、で、デストロフェニックスの効果発動で、次のサンバフェーズにまた戻ってくるという効果で3000ポイントの大ダメージを受ける。しょうがない、
あと俺のライフは2500、なかなかいい勝負になってきた。さあ何をセットするのかわからないが、何かわからないカードセット、おっとおっと、無限法要を警戒しろよ。もうそこにセットしたら無限法要で全部無力化されるだろう。なんだこれ、なんか同じ縦列にセットするのプリミじゃないこれ。で、デストロイフェニックスガイを特殊召喚していくぜ。よし、オーケー。そしてで、まあ、スキルドレインをなぜか発動してくる、まあ、そのタイミングもおかしいけどね、発動するタイミング。まあおかしくもないか。で、まあ結局まあ無限法要で全部無効になるから、まあ、ここを無効にして、でスキルドレインも無効にして、これ同じ縦列にセットしないようにしましょうね、皆さんね。あのなんかカードがセットされてたら、強いカードはあの同じ縦列には絶対セットしないようにしましょう。でドラゴンメイドパルラの効果発動、パルラの効果によってデッキから、まあ、何らかのドラゴンメイドカードを墓地送るため、ドラゴンメイドのお召し替えを墓地送り、そしてドラゴンメイドのお召し替えの効果発動。お召し替えの効果はドラゴンメイドモンスターをお手札に戻すことによってこのカードをお手札に回収することができる。なんて強いんだ。そしてドラゴンメイドのお召し替えの効果発動、お召し替えの効果によりドラゴンメイドシュトラールを融合召喚していく。融合召喚条件は上級ドラゴンプラスドラゴンメイド現れろ。ドラゴンメイドシュトラール、このモンスターは一旦一度カードの効果を無効にし破壊することができる。そして俺は発動した方がいいな、デステリーヒーローディバインガイの効果発動、ヒーローモンスターをゲームから飛ばしカードを2枚取ろう。よし、お片付けも来た、これは強い。そしてまずはドラゴンメイドシュトラールでお前のオルタナティブを攻撃、そしてデストロフェニックスガイでダイレクトアタック、そしてミンツー、デストロフェニックスガイの効果発動、デストロフェニックスガイの効果により自身と相手のスキルドラインを破壊していく。そしてデストロフェニックスガイの効果で次のスタンバイフェーズに戻ってくる。カードを1枚セット、ああ終了するぜ。スキルドレインがなんだ、オルタナティブがなんだ、そんなクソダゴモンスターでは、そんなクソダゴドラゴン族では私の前に立ちはだかることなどできない。ドラゴンメイドシュトラールの効果によりスタンバイフェーズで自分の持ちのドラゴンメイドモンスターを特殊召喚でき、そしてチームの効果によりさらにドラゴンメイドカードを1枚手札に加えることができる。そしてさらにお帰りなさいませご主人様、お帰りなさいませご主人様。はいこのくらいになってくるとさすがにドラゴンメイド強いです。結構ね中速できちゃうんですが、まあ、あのターンを稼ぐことに必ずアドバンテージ稼いでいきますんで、こいつらね。なので、まあ、ターンがかかればかかるほどめちゃくちゃ有利になってきますこれ。それがねめっちゃいいと思うんですよね、ドラゴンメイドの。おっと、なに、レビオニアか、レビオニアだ属性はこれ、光やな、光蘇生か。まあでもめんどいから止めとくか、一応どうせ並ぶんだったら、まあドラゴンメイドシュトラールの効果で止めてるのがいいな。ドラゴンメイドシュトラールの効果発動、ご主人様の効果が発動した場合控室に戻ることによってその効果を無効にし、破壊することができる。そして、控室からハスキーを呼び出すことができる。これによってハスキーの効果で、チームが手札に戻ると相手のモンスターを破壊することができるエンドフェイズ、一応デストロイも活動しますか。これで、エンドフェイズ多分あれ太鼓だから、あれ太鼓じゃん、でブルーアイズ出てくんじゃん、でブルーアイズ出てきたで、お片付けの効果でもいいし、無限法、まあ、まあ、なんでもいいな、なんか大丈夫だわ、多分いける。はい、でエンドフェイズ出てこない、何ゴードンで飛んだか、おっとロイヤル加工の太鼓いいじゃないか、ゴードンで飛んだか、なるほど、てか冷静に考えて今やる必要なかったので太鼓破壊する必要なかったまあいいや、雑にプレイングしてもここまでアドバンテージ稼いでるとね、もうこういうことが起きるんでね、もうねいろいろ起きるんですよ。で墓地のパルの効果、まあ、ちなみに皆さんは何派ですか、ドラゴンメイドパル派ですか、チーム派ですか、ナサリー派ですか、ラドリー派ですか。私はちなみにパル派です。そして、ドラゴンメイドの、お召し替えの効果を発動、お召し替えの効果によりチームを戻しながらカードを回収していく。はい、そしてお片付けよりもお心尽くしが先にのがいいですね。お心尽くしの効果と墓地からドラゴンメイドモンスター一体を特殊召喚することができる。これによってもう一回シュトラールが出してから、ルフトを特殊召喚し、
そして、ドラゴンメイドのお召し替えを発動。お召し替えの効果によりドラゴンメイドの上級モンスターとドラゴンメイドモンスターを融合祭として墓地の振ることによって最強モンスターを爆誕させることができる。現れろドラゴンメイドは人である。そしてドラゴンメイドチェイムを召喚。ドラゴンメイドチェイムの効果発動できよりドラゴンメイドカード1枚をサーチすることができる。これによって圧倒的アドバンテージを稼いでいる。そしてこのままバトルフェーズに移行することによってドラゴンメイド下級モンスターたちはバトルフェーズ開始し自身を手札に戻し墓地よりドラゴンメイドを呼び出すことができる。おいでませご主人様、おいでませご主人様。これがドラゴンメイドデッキ、見よこの最強盤面。ちょっと一匹なんか全然違うやついるけどバトルフェーズちょっと真ん中のやつご主人様っていうことでなんとかなりませんかね。あはい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 、まあ、パルラ来てるからまあ割と悪くないですね。まあ誘発も2枚ありますし、あのドラゴンメイドって特徴があって、あの初手からめちゃくちゃ爆アドを稼いでなんか展開していくデッキでないんですよ。一旦ごとになんかちょっとずつアドが増えていってなんか気づいたらなんかめっちゃ強くなってるみたいな感じのテーマなんで、あのそんなにねソリティアも長くないんで、まあ、増殖する時とかも、ね、あんま食らないことが多いんですよね。そこまでめちゃくちゃなんかまあ一生あの初動は通んないんですけど、まあ、ちょっとパカーナと抹殺がねあの薄くしてるんですよ、あのデッキの中の。なんでまあだいぶちょっと先行の展開は通んないかもしれないですけども、まあ言うでその、それ以外の枠のところに誘発がいっぱい入ってたりとかするんで、まあなんとかなるかなって感じしますね。まあ一応これであのナサリ引けてますから、まあパルラ破壊されてナサリもう一回特殊召喚し、召喚してパルラもう一回呼び出すみたいなのができますし、まああとはこの無限法要とウララとエフェクトベイラーで相手の展開止めながら、まあ3ターン目からまた動いていくみたいな感じです。イメージ的にはそこまでなんかそのなんだろう、あの誘発貫通力があるとかいうわけじゃないんで、まあ、割とね楽しいテーマですよ。ちゃんと言う、ああ全然無理。爆夜は爆夜はもうね全然無理だね。まあ、ここは当たり前にビシドは見せられていくが、まあ、とりあえずぶん投げることによって相手の効果を無効にしていく。バクヤは止めると意外と結構双剣止まってくれることが多いから、まあこれでどうにかしましょう。まあ一応パラル破壊されてもまああんたもあるでしょ多分この辺だったらナサリがいるから。さあどうしますか。おっとなるほど、これはウララしますか。輸送権限はウララした方がいいんじゃないですか。これはさすがに龍炎持ってこられて特殊召喚されるが目に見えてるんで、まあ一回ウララぶち込んで多分エフェクトベーターに打ってこないってことは多分はからないので OK で、これで流走権限を止めていくことによって相手の動きを完全にストップしていくスタイル。さあどうだ。なるほど止まってくれたようだな。よし、まあパルラ君はまあナサリーちゃんで蘇生できるんでまあいいでしょう。はい、でまあ1枚ビシュだ確定でメインツ入って安定もないと OK ドロー増殖するチーム。なるほど、まあ、悪くないですね。でナサリーを召喚効果発動。ナサリーは召喚に成功した場合墓地に存在するドラゴンメイドを特殊召喚することができる。これによってパルラを特殊召喚、そしてパルラの効果を発動。パルラの効果によってドラゴンメイドカードを1枚墓地に送ることができる。これ、ね、墓地送りもねあの非常に強い、まあ、効果いっぱいあるあのカードが多くて、まあ、この一番右のトラップだったら、まあ、創生できますし、まあお召し使いだったらあの融合できますしみたいな。これ上級落として蘇生したりもできますね。これ上級落として蘇生する動きが一番強そうですね。アドバンテージが一番稼げそうで、このままバトル入るとドラゴンメイド下級ちゃんはバトルフェーズの開始時自身を手札に戻すことによってなんと墓地からドラゴンメイドを特殊召喚する効果を持っている。これによってルフトでぶん殴ってこの上級モンスターを簡単に横に並べることができるっていうのもドラゴンメイドのまあパワーですね。そしてこのまんまメイン2に入っていく。そしてルフトの効果発動しなくてもいいな、これはしない、これスルーで、まあここからまあ天球作るか、まあ、アナコンダするかみたいなとかありまして、まあ、当たり前にアナコンダしていきましょうまあここはまあ多分あの状況的にアナコンダの方が強いので、まあ、天球して次 あのチェームにアクセスしたりしてもいいんですけどね。ちなみにねさすがにフュージョンデスティニーの方が、まあ、デッキの中のディバインガイとダッシュガイを消せるっていうのも
ありますし、まあ、これはこっちの方が強いでしょう。さあ、効果モンスターに対でリンク召喚してアナコンダからのデストロイフェニックスがよ特殊召喚していく。おお、帰りなさいませご主人様。さあこれで、おトエクルシア来た、白エク来た。まあこれは効果発動してから、まあ、増殖する時期が通れば全然ね、もうねこのデッキ結構アドバンテージ稼ぐのが結構高くて、まあドローしていけばいくだけ結構ね、強いカードいっぱい引けますし、誘発もいっぱいありますしね。はい、なのでエクレシアの効果を発動していくが、エクレシアの効果をしっかりと増殖する地位でバチコリと、ドローに変えていく。で、あのセットカードなんか安定な気がするんだけど、なんだろうな。まあ、一応デストロイフェニックス概算で、まあ、相手のカードを一枚破壊できるんで選んでね、その効果を使ってなんとかしていきたいといったところ。そして、バクヤ飛んでくる。で、バクヤでビシドをまた見せていくが、これはさすがに、まあ、無限保養打っちゃった方がいいかなと思いますね。無限保養打ってしまって、まあ、後ろをちょっとデストロイフェニックスが破壊したいので、一応ね。はい。なので、まあ、ここはしっかりと、無限保養とかいう最強カードで、相手の効果を無効にし、トークンを生み出すことさえも許さない。さあ、いいぞ。完全に手札誘発で勝ってるな。まあ、ドラゴンメイドそんなになんかそのさっき言ったようにパワーが高いデッキじゃないので、あの先行初手からなんかごぼうが構えるみたいなことできないんで、まあ、なのでまあ手札誘発とかもまあちゃんと引き込んで、まあ、バランスを取りながらね戦っていくっていう、まあスロットデッキ中のスロットもそんなになんかあの取らないから、割と手札誘発エンドフェーズ殴れちゃうもしれない。デストロイフェニックスがの効果発動、デストロイフェニックス外と相手のヘッド上の後ろを破壊していく。暗転 OK、 OK OK OK、 そんなことだと思ったよ。さあデストロイフェニックスガイさんは、スタンバイフェーズに戻ってくる効果を発動していく。そして一滴も来た。そして私のスタンバイフェーズにデストロイフェニックスガイさん戻ってくる。お帰りなさいませご主人様。よし OK。 そしてドラゴンメイド、まあこれはパルラですよね。パルラを召喚で、パルラの効果を発動。パルラはドラゴンメイドカードを1枚墓地に送ることができる。これによってドラゴンメイドのお片付けとかいう史上最強のカードを墓地送って、このお片付けの効果めっちゃ 強くて、除外すると手札か墓地からなんかドラゴンメイドあの読書ができるっていうぶち壊れ効果を持っています。これによってお片付けの効果により、ドラゴンメイドティルルを特殊召喚していった方がいいですね。これナサリーの蘇生した先ないですから、これでこうしてティルルを特殊召喚し、ティルルの効果発動。ティルルの効果によりドラゴンメイドモンスター一体を墓地に送ることができる。これによってフランメを手札に加えてフランメを墓地に送っていく。そしてこのままバトルフェーズに移行するぜ。バトルフェーズ開始時、ドラゴンメイド下級たちはそう変身することができる。ラドリちゃんも変身した。そしてパルラの効果発動。パルラの効果によって、墓地のレベル8のドラゴン族モンスターを特殊召喚。そしてティルルの効果によって墓地のドラゴンメイドレベル80のモンスターを特殊召喚。あらららドラゴンメイドフランメ、さあ、いってらっしゃいご主人様。いってらっしゃいの文字が違いますけどね。いってらっしゃいませご主人様。行け、ルフトレダイレクトだっけ。これがドラゴンメイド、まあ、シュトラルデンクでも勝てるってことですよ。対戦ありがとうございました。あーまあ悪くはないが誘発なんもないからな。これちょっとどんだけ展開されるかによる。まあね、結構誘発入ってるんでね、誘発1枚以上は引ける確率結構高いんですけどね。あ、シナトラムーブしてんな。世界が終わりそうな気配がプンプンするな。シナトラ妨害なしはさすがに遊戯王終了の押し出しじゃないか。うわー、レベル4モンスター4体はやばいかもしれない。ダランベルシアンです、これ。あー、これ何さすんのこれ。ダランベルスティアンから何を察しますか。4つデッキから魔法トラップカードを1枚手札に加える。不穏な空気を感じているが、大逆転クイズ。え、大逆転クイズどういうこと。ああ、ああ、なんかようわからん動きしてんな。なんだこれは。あ、イゾルデ、なるほど。イゾルデ、なるほど。イゾルデ効果と、あ、ガーディアンスライム、なるほど。だからそれユニオンキャリアでくっつけてさせてとるね。え、これなんだっけ、ラーの、ラー系のカードっていうのがあるみたいです。イニシエの呪文、なるほど。ヒエラテックテキストを読み込むカードをサーチしていく。
なるほどわからん。なるほどわからん。イニシエの呪文の効果、ラーのよく死ぬ竜を手札に加えて、ウォーのよく死ぬ竜を手札に加える。で、イゾルデ効果。なるほど、イゾルデ効果で装備カードを1枚、あ、1枚っていうかまあ何枚かかんないけど、あ、なるほど、ブラックペンダントを直って、リナルド特殊召喚で、リナルド効果で、装備カード回収、ブラックペンダント。なんかすごい不穏の空気感じるな。あ、バルジの効果で、あ、リナルドのレベル8にしていく。なるほど、レベル8のモンスターでオーバーレイ出た。森神アルセイ、森神アルセイ、どういうこと、このデッキなんかシナジーあんの。アルセイ君の効果で静電の水使いを指定していく。外れると何してんだっけこれ。フィールドのカードを1枚対象として、そのカードをモチーフできる1枚目また1枚下に戻す。ああ、っていうことは、あ、シナを戻、あ、じゃあヒナじゃねえや、トラを戻していく。デッキの一番上。なるほど。はあ、はあ、出た。ウォーのよく死ぬ竜、ウォーのよく死ぬ竜の効果によってライフポイント100になるように支払って、めちゃくちゃライフを支払って3700にしていく。そして大逆転クイズ。なるほど、さっきデッキトップに置いたから当てることができるってことですか。やばい、おい、うえ、うわ、天才じゃん。